記憶しておこうと思う。僕の身に起きた出来事を。僕はあなたかもしれないし、違うかもしれないけど、近いところにいるのは確かだ。我が愛しき兄弟。彼女の言葉を借りるなら、そういうこと。そう。結局のところ、彼女が主人公であったのだと思う。最後までその中心にいた者が主人公であるなら、という意味合いだけど。僕はあくまでも狂言回しだ。だから語ろうと思う。信じられないかもしれないけど、隠すことなく全てを。今言えることがあるとしたら、確かに奇跡はあったし、物語を超えた物語はあったのだ。